た、頼まない、もっと聞かせておくれ、もっと聞かせて。おー、もう一回いいっすか、ちょっと もう一回いいっすか、もう一回いいっすか、ちょっと。あれ、皆さんこんばんは、おしゃれでございます。ガンリキリボンやっていきましょう。さてね、普段は生放送でやってるやつですけれども、まあね、ちょっとたまには動画でっていうことで、でずっとちょっとやっていなかったことを今回やろうかなと。でそれが今目の前に映っている、はい、インドミナスレックスですね。はい、これでインドミナスレックスって分かるやついるのかな。まあいやいや、まあ、とりあえずこのインドミナスレックス君を使って今日はちょっとね、普段やってなかった、普段っていうかまあずっとやろうと思って結局やってなかったことをやっていこうという話でございます。はい、やっぱこれインドミナスレックスって見えないだろ初見の人。まあそんなことはどうでもいいとして、今回やっていくことはですね、はい、ここにもう項目ありますね。これアルファインドミナスレックスエボリューション、はい、これはまあ要するにまあそのままですよね、アルファインドミナスレックスに進化させますよっていう、そういうやつ、それを今日ねやっていこうかなというところで、はい、結構素材厳しかったんだけど、まあ長いことやっててね、なんかちょくちょくやってたらもう素材も溜まってたんで、まあ今回晴れてやってみようかなと。なんか噂によるとね、なかなか強いらしくて、はい、結構ねもう俺パワーインフレが起きちゃってる、まあなんかボス生物とかもテームして割とインフレ気味ではあるんだけれども、それでもまだまだ結構強いらしくてね、はい、ちょっと期待をしているところでございますよ。でこのアルファ進化っていうものは基本的にこのフレームインドミナスレックスっていう、まあ要するに炎属性からしか進化できないんですよ。だから隣にいるこの普通のインドミナスレックスはこれこんな感じで進化ができない。ただ普通のインドミナスレックスもこれ炎進化させて一回炎進化を経由してからすればアルファ進化できます。はい、で今回はちょっとこの普通のインドミナスレックスを使おうかなと。アルファ進化するとレベルを引き継ぐらしいんですよ。なのでなるべく高いレベルの個体をテイムするためには進化元のインドミナスレックスもレベルを高くしておかなきゃいけないと。でもともとこの普通の子は結構レベルが高かったんで、この子から炎に派生して、この炎に派生してからアルファに進化するっていう、そういう過程を経ようと思います。というわけでじゃあ早速まずは炎進化いきましょうか。よし、とりあえずこれで炎進化できますね。エボリューションマトリックスが2個使うっていうのがかなり痛いんですが、ただちょっと待って、炎進化する前に1つレベルをね、上げておかないと。さっきも言ったけどレベル引き継ぎらしいので、まあこの段階からレベルを上げておきましょう。じゃあ早速よいしょっと、 OK で、まあじゃあとりあえず適当に振っておきますか。よし、じゃあこれでマックスレベルになりましたんで、じゃあまずこの子は、ファイア進化ということで。さて色は変わったりとか、あ、一応変わったっぽいな、一応変わったね色。あれ、こっちの方はレベル引き継がねえんだじゃあとりあえずまた、素材をどんどんぶち込んでいきますかね。これね、エボリューションマトリックスもそうなんだけど、これティラノサウルスの腕50本とアルファラプトルの腕10本だぜ。結構めんどくせえこの世界だと。あれ待って、足りねえじゃんティラノサウルスの腕マジかよ。結構あると思っていたティラノサウルスの腕まさかの、6本足りないっていう。 OK 分かった、ちょっと取りに行ってきます。はい、なんか出た、あーアルファレックスになっちゃうのか、サベージやると。よっしゃ、とりあえずこれで揃ったね。オッケーオッケー、じゃあ帰りますか。いやー、お待たせお待たせ、これで揃いましたね。よっしゃー、マトリックスがねえわ。多分次こそレベルを引き邪魔だなお前、まあ、次こそレベルを引き継いでくれると思うので、まあレベルをとりあえずまず上げておいて、さーて頑張っ引き継いでくれよ。あ、待ってこれ、ちょっと遊ぼっか、少しだけ遊んでから進化させようか。よし、オッケー、じゃあ、少しだけ遊んで、なんか思ったほどやっぱスピード出なかった、思ったほどスピード出ないな。で、あと、このスピードにもかかわらず、全然曲がんねえ。なんか、
ある一定段階まで行ったら急に後ろ振り向く感じ、なんか急にクイックターンする感じで、すっげえなんか曲がり方に癖がある。オッケー、じゃあ遊びも終わったところで行きましょうか。アルファインドミナスレックスエボリューション。オッケー。あのさ、普通のさアルファインドミナスレックスっていうのはまだ見たことがないんですよ。あのプライムアルファインドミナスレックスっていう、あの必ずつがいで出てくるやつ、あいつは見たことあるんだけど、それと変わんないのかね、見た目は。色がどうなるのかもちょっと気になる。プライムアルファインドミナスレックス、普通に色もね結構いろいろバリエーションがあったから。オッケー、じゃあ、これでアルファエボリューション、マトリックスエボリューション始まるんで、このドームに覆われたところで、カードスラッシュを決めるっていうね。そうしましょう、カードスラッシュ。ネタが分かんない気がする。よっしゃ、来たー。思ったよりなんかちっちゃい。ちょっと待って、ちっさくね、なんか。え、あ、そっかそっか、青年期だっけ。刷り込みあるんだったっけか。いや、刷り込みじゃないな。あ、これあれか、一回所有権放棄して、はい、これで、刷り込みができるようになったって、そういう話ですね。 OKOKOK、 よかったよかった。ただ間に合うかな、青年期 74% だろ。刷り込み間に合うかこれで。一応ちゃんとレベルは引き継ぎましたね。じゃああとは成長しきるのを待つか。刷り込みいけるかな。あれから1時間半経ったんですけど、どうやら間に合いそうっす。ほら、ギリギリ勢力 91.3%。 ただこの一発で何パーセント刷り込みが上がるかなんだよね。 30% とか 50% しか上がんないんだったら、まあ完走は無理だね。まあただ1回だけ刷り込みができるだけまだありがたいわ。というわけで、4321、さて何を要求される。アマルベリー、そんなんでいいの。よいしょ、 50% か。 50% ですか。 100% いかなかったね。じゃあ、あとは成長しきるのを待ちながら、あとはあれだね、夜だから明るくなるまでちょっと待ちますか。すいません、ちょっと育ちきるまで待ってたらまた夜になっちゃいましたんで、じゃあまあまあこのまま見ていきましょう。まあなんか闇に溶け込んじゃってるけど。で、一応最終的なステータスはこれだね。刷り込みが 50% で止まっちまってる分若干弱くなってるとは思うけれども、体力が1、10、100、1000万、10万、100万、300、大体320万くらいで、命令が558っていうね。はい、まあステータス的には結構かなりやばい状態になってますけども。ちなみにね、アルファ、レックス、お前は、あ、ごめんなさい、ちょっと今荷物持ちさせてるんで、ちょっと今ごっちゃごちゃになってますけど、1、10、100、1000万、10万、100万、520万なんだよね、レベル上げたやつで。レベル上げたアルファティラノと、まあそんなに大差なかったりするのかな、基礎的には。ここからレベル上げていったらどうなるか。まあいやいや、いやとりあえずちょっとサドルをつけましょう。よし、じゃあ、サドルつけていきましょうか。アルファインドミナスレックスサドルだね。これはまあ、ずっと持ってたやつで。はい。じゃあこれで乗ってみまして、と。乗った感じは、こんな感じっすね。いや、かっこいいね。ああ、いいね、これ。目がほれ。目がなんかアルファ種っぽい、なんかすごい、なんか、ほら。なんかさっきまでさ、なんかちょっと、俺、フレームインドミナスレックスなんか目つぶれちゃってたじゃん。それがなんか一気に進化して、なんかアルファ感の漂う目になってる。でカラーリングがいいね、本当に。こうやって見ると基礎地が黒で、そして随所随所に赤があるっていう。で何よりか個人的にいいのがさ、この爪が赤っていうね。爪がほら爪が真っ赤ってのがいいよね。ちょっとのっぺりしてるけど、あの真っ赤かすぎて、真っ赤かすぎてのっぺりはしてるけれども、この爪が真っ赤っていうのがいいんですよ。はい、クライオポット入る。あ、入るわ。あのアルファレックスはね、クライオポット入らないんですよ。ただこの子はインドミナスレックスはちゃんと入るっていうね。あ、これは助かる。で、うん、出せるね。オッケー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 。なんかあの最近 ASA ばっかやってたせいか、なんか出せないっていうイメージの方がちょっとついちゃってるけど、まあいいやいや。じゃあ少し乗り回してみますか。移動速度はまあなんだろう、別に普通なんだろう、遅くもねえし、そんななんか野望ずに速いわけでもないっていう感じかな。なんかアルファ種だったりするともっとタタタタタタタってみたいな、すげえ速く感じるけど、この子に関しては普通だね。うん。で、旋回性能は、旋回性能はまあ、うん、これも普通かな。めっちゃいいわけでもないし、うん、ただ、あのストレスがたまらないぐらいにはちょうどいいかなっていう感じ。うん。まあ、あんまスピードが出てないからっていうのもあるかもしれないんだけど、うん。全然悪くないね。やっぱりね、こう、素直に曲がってくれるわ、素直に。なんか、ギガノドとかティラノサウルスみたいになんかぐるーっと回るような、そういう感じではない。うん。
なんか操作しやすいね。ちょっとバランスがいいというか。オッケー、じゃあ、操作方法見ていきますか。まず左クリック。まあ噛みつきだね。左クリックは噛みつき。で右クリック。おー、波動攻撃なんですね。2万2000出てる。ボイス音声はこれギガノトだね。普通の、普通のギガノトですね。なんかアルファデルフォサウルス倒しちゃったっぽいな。でコントロールなし、シフトなし、 ZX。 あー、 X で、あー、なるほどね。X でこうブレスが打てると。あ、 C キーでステルスしてる。 C キーでステルスして、どうやって戻るのこれ。どうやって戻るの。C キーでステルスなんだけど、どうやって戻るんだこれ。 C キー押しても全然戻んねんだけど。嘘、これあんの。めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、いや、ないと思ってた。これは仲間呼び。あのね、違うんだよ。俺このボイス聞いて、あ、なんか戻って真っ白になっちゃった。真っ白になっちゃったけど、まあいいや。ちょっとボイス聞いて。これ今 R キーね。 R キーで仲間呼び方向したんですよ。やばい、耳が幸せだわ。そう、このボイス、ずっとプライムアルファインドミナスレックスっていうさ、敵型のアルファレックス、アルファインドミナスレックスがずっと使ってたやつなんですよ。同じね、仲間呼び方向で。で、このボイス、俺めちゃめちゃ好きで、うわ、これ、仲間になんねえかな、手に入らねえのかな、なんて風にぼんやり思ってたんですけど、いや、まさか手に入るとは思わなかったわ。え、マジで、いや、頼まない。もっと聞かせておくれ。もっと聞かせて。もう一回いいですか。ちょっともう一回いいですか。もう一回いいですか。ちょっと、いや、たまらないっすね、これは。いや、最高だ、マジで。これ手に入んな、ちょっと熱すぎる。熱い、本当に。うん、部屋の温度がね、今25度でちょっと熱めっていうのもあるんだけどね。その他は特にないかな。うん、その他は特に変わらないっすね。で、どうしよう、これ色戻らないんだけど。ちょっとね、ステルス関係がよく分かんないね。これステルスキーやっても、今度はステルス、あ、ほら、したわ、したんだけど、なんかね、不安定だな、ステルスが。で、さっきこれ仲間呼びして、で、なんかステルス解除されたじゃん。うん、なんかね、すげえ不安定だな、ステルスが。何なんだろうこれ。ちょっとウィジンが怖えんだけど、ウィジン怖いけど大丈夫かな。まあでも一応回復剤持ってるから最悪なんとかなるでしょう。じゃあちょっとやってみましょうか。38000、出血とかしてるこれ。いやー、ちょっと待って、あ、出血してる、出血してる、重症だ、重症。あー、完全麻痺っちゃったかな、完全麻痺ったか。まあでも、なんか、こんだけ食らってる割にはなんか痒いっすね。うん、ちょっときついかもしれないけど、まあ一応なんとかなりましたわ。デバフ無効とかはなさそうね、メテオは。あ、メテオじゃねえ。波動砲は。あ、波動にも重傷あるんだ。これ、波動にも重傷あるね。この方向波動。1,2,3,4、 5連ヒットしてんのか。5連ヒットで基本的になんに、5連ヒットで出血持ちだったらかなり良くね、これ。あ、多分普通に噛みついてるよりなんか DPS 出てんじゃない。メテオはまあ、これも出血かい。結局これも出血なんかい。爆発すんのかと思った。
あれ？なんか気絶値溜まってんなこれ。いや別に気絶値溜まってないか。あ？なんか気絶値溜まってるな。やっぱちょっとだけ気絶値溜まってるっぽいな。これ近距離で撃つと自分にも当たるっていう。でね、自分に当たって自分で気絶値ちょっと上昇させてんだよなこれ。じゃあ確認してみましょうか。まずはデバフ、あれあれ、これデバフルーム確認できなかったっけ。あ、やっぱり気絶値溜まってるな、ほら。あ、溜まってる溜まってる気絶値。なんだろうね、溜まってる敵と溜まんなかった敵がいたよね。まあいいや。で、あとは、ああ、うん、ちゃんと、え、ちゃんとこれは出血出るの？あれ？左クリックの噛みつき出血なかったの？普通の噛みつき。あ、え、あ、分かった、これあれだ、アルファインドミノスレックスを殴った時の反射で出血してるんだこれ。あ、通常攻撃出血ないんだ。ほらないわ、ほらほら、殴ると相手出血するから。そっか、反射ダメージには出血があったんだ。なるほどね、最初のスピノサウルス戦はそれを勘違いしてたわけか。あ、ほらほら、やっぱり出血してる。なるほどね。いや、通常攻撃はただの火力でしかないんだねこれ。そう考えるとやっぱ右クリックのこの方向の方がなんか使いやすい印象を受けるな、出血とかのこと考えるとね。次がこれ、 R キーを押すと透明になっちゃうのかな、あ、よく分からんけど。じゃあこいつらなんかあんのかな。あ、出血あるね。 OK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 。 あ、違うビッグトレーニングダミー君やべえことになってんじゃん。お前重症出血に炎上 してて、さらにあのワーデンのデバフまで受けてんだけど。えぐいことになってんじゃん。もういい、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 もういいって、やりすぎだってお前ら。まあとりあえず、重症出血はしてるみたいだね。ああ、この子、あのアルファユタラプトルミニオンたちの攻撃によって、ああ、とんでもねえことになってるけどな。 DPS 何個出てんだよ、もう数値重なりすぎて見えねえよこれ。おお、さすがビッグトレーニングダミーくんだ、動じてねえぜ。あらかた実力というものは測れたので、じゃあ早速なんかボス戦でもやりに行きますか、軽く。よっしゃ、じゃあまずは近場にいる、クロック、いや、クロック、ちょっと待って、ワーデンさ、真っ先にやる？ワーデン真っ先にやるか、ちょっと怖いな。ちょっと待って待って。まあ、命令は、命令上げてもあんまりしょうがない気がするな。ちょっと命令一回700ぐらい止めといて、体力伸ばしていこう。なんかね、俺の考えだと、スリップダメージ、まあ、出血で削っていくか、もしくはもう味方に任せるっていう感覚になると思うから、おそらく個人的にこの命令よりも体力の方が重要なんじゃないかなと思う。うん、いや、まあまずはちょっとこの辺りからやっていこうぜ、とりあえずこの辺りから。随分消極的だけど、随分消極的な感じですけど、まあまあまあ、とりあえずここからやっていこうぜ。まず、いやー、これどうだろう、こっちの方が。あー、でもなんか一撃でやられたな。あ、ほら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 、あ、結構耐久なさそう、アルファラプトルのやつ。あ、死んじゃった。アルファラプトルたち意外と耐久はなさそうだぞこれ。とりあえずやってみましょう。もし万が一何かあったとしても回復アイテムがあるから、
回復でなんとか逃げ切るってことはできるはず。ちなみにこれ以上呼べないよね。さすがに呼べないか。これが限界か。さあ行ってこい。どうなる？え？え？出血してね？え、なんか待って、なんか出血してない？え、ちょっと待って、え、ほら、ワーネン出血してんじゃん。え、待って、アルバイエタラプトル、ちょっと待って、え、ワーネン出血させられんのこれ、お前らの出血。ほら、間違いない、もうワーネン出血させてるよ。あ、じゃあもう倒れた橋からこうやって出していって、で突撃命令を出していけば、やがては倒せるってこと。ああ、倒しちゃった、ほら、お、倒した。え、マジで、え、こんなはっさりバーデン倒すの、お前ら。俺の方向ももしかして出血する？出血した？ちょっと待って、なんか すごい運ばれてる。あ、いやあ、また死んじゃった。え？何が起きてんの？思考が追いついてないんだけど。少し怖いけど、これ。この方向でもワーデン出血するか確認してみよう。ちょっと怖いけどね。あ、あとは砂漠にミルメコレオンいるから、ミルメコレオンでやってみよう。ミルメコレオンだったら多分大丈夫。あの、足遅いから。果たして、右クリックの方向でミルメコレオン出血するか問題。出血したわ。で、こちらもダメージめちゃめちゃ受けてますけど、でめっちゃ出血してるからね、ワーデン出血してるからめちゃめちゃ食らってるんだけど、めちゃめちゃ食らってて、しかも金縛りになってるんだけど、とりあえず戦えてる、真っ向から戦えてるよ。他のやつに誤爆したら嫌だけど、意外と戦えてる。回復アイテムは常に準備しておこう。 何があってもいいように。大丈夫、回復アイテムはすぐに打てるようにしてあるから。やれるぞこれ。おーおーおお、吠えてるだけでウォーデン死んでいくぞこれ。え、行くんじゃねこれ。ほら、やった。おお、ちょっとキルログは出なかったけど、残念ながら多分出血で死んだから。ミルメコレオン仕留めたぞマジ、ウォーデン仕留めたわ。真正面からウォーデン仕留められるのは偉すぎる。マジか。うわ、ちょっと待って、これエルディアブロとかどうかな。エルディアブロとか、あのほれ、唯一ライアンの出血が効かなかったやつ。ちょっと待って、なんだこのドードーレックスのたまり場。なんなんだここは。よーし、いた、ちょっと周りボスだらけだけど一応いたね。じゃやっていきましょうか。で、くそ、描画範囲が離れたか。できればここの高みの見物でやりたかったんだけど、さすがにそれは許してくれないか。さーて、どうか。エルディアブロが出血するんだったら、出血の強さ的にはライアンより強いという感じになるけど、さあどうだ。あー、出血してないね、エルディアブロは。あ、お、なんやねん、なんやねみんなしてなんだよみんなして。うん、残念ながらエルディアブロは出血してないっすね。そして一撃でミニオンが倒されちゃうから、結局エルディアブロだけはあんまり楽に倒せそうにないかな。ただアルファレックスの高速とかと組み合わせると案外うまくいくかもしんない。
ちょっとやってみるか。あ、そっか。ダメだこれ。そっか、R キーを押すと、これ、肩に乗ってるアルファレックス下ろしちゃうのか。そっか、まあ、こうやって出してから突っ込めばいいかなって感はあるけど、でも、危ねえよな。まあ、この状態で突っ込んでいって、で、アルファレックスの方向を浴びせてみたいなことはできなくはなさそうだけど、でもそれやるんだったら、アルファレックスに乗った状態で肩のアルファレックスを使うっていう、なんかダブルアルファレックスの方がいいわ。じゃあちょっと最後にメガボスに対してどこまで強く出れるかみたいなのを確認してみましょうか。一応なんかね、ライアンの時も結局メガボス出血効かなかったんだよね。だからどこまでやれるかっていう感じだけど、ああちょうどよく出してくれたわ。だから本当はこういう風にね、あの2人のミニオンを結集してみたいなことをやりたかったんだけど、ちょっと難しいっていうね。じゃあやれるかどうか。やっぱり出血等は出てないっぽいね結局。あ、出血等は出てないけど、あでも勝てそうじゃん。あ倒した。あ倒してないな。あ倒してないや。ああ倒した倒したんか結局。いやー、まさか勝てると思わなかったわね。純粋にパワーでゴリ押しした感じか。なんかレベルが低い、さっき50レベルだったっけ、レベルが低めのメガボスだったら純粋に火力で押し切れそうだなこれ。で今みたいなさ、アルファレックスとアルファインドミナスレックスのミニオンを結集して戦うっていう風にするんだったら、思ったんだけど、アルファインドミナスレックスを背中に乗っけて、でアルファレックスに乗った方がいいかもしれない。これ逆だね、逆、逆にした方がいいかもしれない、もしかしたら。じゃあ、アルファインドミナスレックスを肩に乗っけて、結構でかいね、うん、結構でかく映るんだ。でまあ、の肩に乗っけてアルファレックスに乗った状態で、どこにいたっけ、プロメテウス、ドードレックスとちょっとやり合ってみましょう。そう、アルファレックスはね、これ R キーじゃないからさ、あの部下呼び出しがコントロール Q キーで呼び出せるから、肩に乗ってるやつを下ろさないんだよね。であとは、一応ちょっとこれでよいしょ、出してくれるか、アルファインドミナスレックス出してくんないかな、これ。あー出してくんないね。肩に乗ってる時はアルファインドミナスレックスミニオン出してくれないや。あ出してくれた、出してくれた、出してくれた。うわー吹っ飛ばした、吹っ飛ばされた。あー出してくれた、出してくれた、出してくれた。なんか安定しないねちょっと。まあただこれでなんか安定してるような安定してないようなっていう感じがする。結局いつもと変わんねえんだよ。要するに今、まあ、いつもとあんまり変わんないようなことをやっといて、こんな感じでいつもとあんまり変わんないようにやっといて、たまーに呼んでくれたらラッキーみたいな、そんな感じ。なんか俺が能動的に攻撃する と呼ぶようになってる。あ、OK、ほら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 、ほら、なんか殴ってるとたまに呼んでくれるわ。で、それをここにアルファレックスのミニオンを呼んで重ねて、大火力を出すっていう。あ、やべ、外れちゃった。ちょっと難しいね。なんかアルファレックスみたいにね、結構頻繁に呼んでくれるんだったらちょっとありな戦法かなと思うんだけれども、こうもちょっとまばらだったりすると使い勝手は微妙かもしんないね。
というわけで今回はアルファインダミナスレックスの、テイムっていうか、まあ、紹介でした。はい、まあずっと温めてるやつだね。で、使ってみた感想なんですけれど、まあワーデンに効く出血技を持ってるっていうので、ね、かなり偉いなと思いましたね。はい、やること自体はまあ仲間をね、呼んで、仲間を呼んで、でこの仲間たちがめっちゃ強いので、それで、まあ、ボス戦ってもらうと、それでボスを倒すっていう、まあなんかアルファレックスに近いようなことをするなっていうふうに思いました。ただアルファレックスと違ってデバフ無効がついてないし、あと高速攻撃があるわけでもないので、なんとなくアルファレックスよりはちょっと安定性がないかなと、うん、ちょっとした油断で一気になんか体力持ってかれて殺されちゃうみたいなパターンがありそうなので、まあちょっと運用には気をつけなきゃいけないかなというふうなところですかね。はい、ただ、アルファレックスにない強みとしてはやっぱこの波動方向を使うことによって自ら能動的に相手を出血させて戦うことができるっていう、ああまあね、ほれミルメコレを真正面から叩き伏せたわけだから、それぐらいのポテンシャルは持ってると。まあさっきも言ったようにね、ちょっとデバフ無効とかがないから一瞬の油断で一気にやられちゃうってことはあり得るんで、気をつけなきゃいけないけど、それでも能動的に戦うことができるっていうね、これがまあアルファレックスにない強みかな。まあ、だからどっちかというと攻撃重視になってるんだろうね。うん、というわけでじゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあ最後にまた一発報告聞きましょうか。